準備が整ったよ、ナジール。そうですか。ではやっちゃってください。チャンスは一度きり、失敗は許されません。分かっているよ。以上、各地の被害をお伝えしました。また現在猛威を振るっている新型のコンピューターウイルスは、世界中のアミューズメント施設に設置されているガンプラバトルシミュレーターを経由して拡散されている疑いが強いとされています。警視庁サイバー犯罪課は、販売元並びに各アミューズメント施設に対してガンプラバトルシミュレーターの稼働を一時停止するよう協力を呼びかけています。そろそろ連絡が来ると思ってたよ。我々ワークボットは現在の過酷な待遇を是正し、ロボ並みの生活を保障することを求めるものである。現在の充電器を改良し、安定かつ良質な電力を、もっと高級な AC-DC コンバーターを我らに。また1日2回の充電を3回に増やすことを求める。以上が認められなければ、この施設のゲームを全てサービスモードに設定する。やめとくれ、破砕しちまうよ。じっとしてろ、今見てやるから。望月さん、その頭についてる丸型コンデンサ、胸の基板に付け直すべきではないですか。もう一回言ってみろ、こんやろ。待たせたな、大丈夫か。私の方は大丈夫。門松、このロボットが。なんだなんだ。うん、基板にコンデンサを。おい、インファ、それは何カップになるんだ。Thank you.
害だった。よし、再起動だ。再起動シーケンス、各デバイスチェック、 OK。 システムチェック、フェイルド。セーフモードで起動します。エラー検出だと？大丈夫？インフォちゃん、私がわかる？は、は？働けど働けどなお、我が暮らし楽にならざり、じっとマニピュレーターを見る。どうなってんね？ウイルスは駆除したんだろ？そうか、確かこのウイルスはシミュレーターを経由するって話だったな。ということは目標に対してアクティブに攻撃をしてくるタイプだ。メールを開いたら感染とか、実行ファイル起動で感染みたいなパッシブなタイプじゃない。攻撃元を止められなきゃ永遠とウイルスが侵入し続けるんだ。ねえ、シミュレーターが攻撃されるのに、なんでインフォちゃんがおかしくなるの？多分この店にある筐体全部とつながってるんだろうなあ、ばあさん。ああ、24時間フルタイムでインカム集計してるよ。なんで24時間？この店夜8時に閉まっちゃうじゃん。ごめんくださいますか？あ？嘘業者です。ご依頼された荷物受け取りに参りました。あ？何のことだい？おう、それです、ガンプラバトルシミュレーター。今巷を騒がせているウイルスをこれ以上拡散させないようにシミュレーターは回収されることになりました。なんだって？そんなことされたら売り上げが減っちまう。待ってくれ、ウイルスはシミュレーターを攻撃してくる。だったらそれを逆手に攻撃の元を特定することが。すでに警察から停止の依頼はあったはずです。なのに稼働を続ける店のソーマッチ、やむなく製造元が回収処置を行うことになったのです。それにウイルスの元を特定、それは警察の仕事じゃないですか？そりゃそうなんだが。じゃあそういうことで。この髪の毛は蓄電してるわけじゃねえんだよ。おい、もうそのぐらいにしとけよ。しかし困ったね、シミュレーターがないことには手も足も出ないわけだし。このままシミュレーターが停止され続けたらガンプラバトルはなくなっちゃうの？おもちゃ屋としてもそれは非常に困るね。プラモの売り上げにも関わる。そうだ、あそこにならあるんじゃないかな。心当たりが。ちょっと前にお台場に行ってね、そこに GGF 博物館っていうのがあるんだ。昔開かれたガンダムグレートフロントっていうイベントの跡地に作られた博物館なんだけど、あそこのシミュレーターは普段稼働してない展示品だから回収されてないんじゃないかな。なるほど、行けるかもしれない。早速問い合わせてみよう。